どうも文人です。前回ねこのねすごいっていうかすごい安い牛丼、そう、ね3個入っててね、429円、1個100いくらぐらいのね牛丼をねで牛丼作って食ったらうまかったんだけど、ここでさらにうまくするべくね、すごいスタミナのつくね、もっとまあ肉だけあるから肉だけにすごいスタミナつくんだけど、それ以上にねスタミナをねスタミナ牛丼にするためのねいろいろ入れてね、もっと豪華に作ってきます。ではね早速ね材料紹介しましょう。まずこのねもちろんこの牛丼ね、これがなければ牛丼が始まらないですからね。そしてねスタミナといえばこのガーリック、そうニンニク、しかもねこれはね前も紹介したけど、なんとねニンニク 100% 余計ないろいろなものが入ってないニンニク、純粋なニンニクのやつね、そしてね卵、だいたい100円で6個入ってる卵2個使っちゃったけどね。そしてね2個1個しか使わないからとりあえず、まあ、他のやつは使わないから。そしてねほかほかご飯そしてあとはねポパイが食うとパワーアップするあのほうれん草、ね、めっちゃパワーアップしそうだよね。でじゃあ早速作っていきましょう。まずはねこの牛丼の素ね、牛丼の素をねこの皿にね入れます。はい、どうやって入れるかっつうとね、これじゃダメですよ。ちゃんとねこの切り口っていうところをね手でちぎってね、手でちぎります。手でこうちぎり取ってちぎり取ったらうわーっ、そしたらねこの中身をすべてこの皿の中に、そうここは惜しみなく全部入れましょう。そしてねこうなんかさ肉とかがこの途中に残っちゃうと、それでゴミ箱にポイするとすごい悔しいからね、ここはねこう歯磨き粉のね、この歯磨き粉を最後まで使うこの技あるじゃないですか、ぐるぐるチューブをこうやってね中の玉ねぎとかね肉をね全て余すことなくこの皿に入れましょう。じゃないとねなんかすごいもったいないからね。はい、だいたい入りましたというわけで、そうしたらここにねスタミナの素をね入れていくわけですよ。まずはこのガーリック、今日はどれくらいスタミナが欲しいかな、じゃあこれくらいにしようかな、でまあこんな感じ、私は今日はこれくらいスタミナが欲しいんでガーリックこれだけ入れました。そしてね次はねポパイのね元気の素、ポパイはこれを食うとねめっちゃパワーアップするんだよね。このほうれん草、これ100円でね100円でそれ特定の量入ってるほうれん草で、これも安い、こんなもんでいいかな、うん、もうちょい入れるかな。はい、じゃあほうれん草もこれくらいにして、あとはねこいつをねちょっと混ぜます。混ぜてね、うん、多分ね牛丼の中にニンニクが入るとねそれなりのまた変わった風味になるんじゃないかなと。はい、混ぜたらね、そうしたらね、こいつラップしましょう。ラップね、サランラップでね、ヨーヨーじゃなくてね、まあいいですよ別にヨーヨーと言いながらねこのラップしてもね、サランラップじゃなかったこれポリラップで、ね、とにかくこうヨーヨーとか言いながらラップしても別にラップはできるんで、適当に好きなラップでね、韻を踏みながらラップしてください。そしてあとはねまずはこいつをね電子レンジへゴー、電子レンジでチンだぜ。はい、というわけでねこいつをねこの電子レンジに入れてねチンします。まずは入れます。そしてなんとねこいつそう1分、そう500ワット、こいつ500ワットだからね500ワットのやつで1分だけどね、ちょっとねほうれん草が入ってるから気持ち2分ぐらいにしようかなと思います。じゃあね2分間チンしましょう。よっこらしょいっと、はい2分、さあ早く牛丼できないかな、すごい楽しみだぜ。あーすげえ牛丼のいい香りがしてきた、牛丼とあとニンニクのこのニンニクの香りがすごい、もう早く食いたい、でもあとちょっと、無理、はいチンできた、そうこれねめっちゃ熱くなるからね、みんなはねそーっとあちあすげえ熱い、そーっと出してね火傷しちゃうから、というわけで完成じゃないよ、まだ完成じゃないよ、盛り付けるから。はい、というわけでね、この上に乗せるやつ、まだこれ完成じゃないですよ。上に乗せた後、最後の一手間を加えてね、完成になります。じゃあまずはね、上って何の上に乗せるか、もちろんこの、ほかほかご飯。そう、この上に乗せます。まずはね、このラップをね、ヨーヨーと言いながら、ね、ヨーって言わなくてもいいけど、とりあえずこのラップをね、全部取り去ります。そう、ラップがあるとね、この中に乗らないから引っかかっちゃって、ラップに。ラップはね、全部、もうこれいらないです。はい。
してます。そしてね、このあなんかすごいいい感じの色合いじゃないですか。こう緑も含まれてて、緑が入るとね料理にも色出すよね。でこのほかほかご飯の上にね載せます。ちょっと皿熱いな、熱いな皿。でもこういうのもったいないからね、こういう、そうちょっとね、あ見えてないな、こういうこういうところに残ってる肉とかもお肉片とかもまあちゃんとタンパク源だからね、スタミナ源だし、つまりこの中に少しニンニクとかも混ざってるからね、このが全部入れます。はい、そうしたらね、最後の仕上げにね、そう、この卵もね、こう結構スタミナがつくじゃないですか、結構これだから、こいつをね、こうパーンと割ってバカーン、はいはい、完成完成、これで真の完成ですね。はい、そういうわけでね、完成しました。はい、完成というわけでね、はい、できました。このね、スタミナがつくようにパワーアップしたこのね、牛丼。そしてね、そう、このね、ポパイのね、パワーのあれにあやかって入れたほうれん草がいい彩りになってますね、卵と。で、量も少し増えてるしね。ね、めちゃめちゃスタミナ出ますです。これ何に言っても、このニンニクの香りがね、その食欲を消するねーというわけでね、じゃあ食っていきましょう。どこら辺から食おうかな、もうどっから食ってもうまいよね、これ。まあ食ってないけど。まあでもうまいと思う。絶対うまいよって言うよね、こういう料理のやつって。まあ絶対うまいんだけどね。じゃあいただきまーす。うん。いやーすごい。まずね、この肉の旨味とね、ニンニクの風味がやっぱりね、ニンニクが入ってると。そしてね、この卵を入れたことによって、で、しかもちょっとこう、なんか水っぽいじゃないですか。なんかすき焼きにも、すき焼きっぽい感じもするよね。これ、いろいろ楽しめるよね。うん。うまいうまい。うまい。だからね、この、そう、野菜が入って、野菜、ほうれん草と野菜が入ってて、卵があるから、すき焼き風味でもあるスタミナのつくね、牛丼ということですね。だからこいつの名前はね、すき焼き風スタミナ牛丼。あの、かっこ、あ、ポパイはちょっと、まあいいや。でも、まあ、ポパイっぽいからね。まあいいや、スタミナ、まあいいや、とりあえずね、後で名前は考えてね、タイトルに載せます。まだこいつはね、あの、あとね、まだこんだけあるから、あとこれ一人でね、食いながらね、このね、料理のね、そこの牛丼の名前を考えながら食いますんでね、まあ、タイトルはね、あの、まあ、上に載ってる通りになる。タイトルとか、この牛丼の名前上に載ってる通りになります。というわけでね、いやーでもこれ食った瞬間ね、見て、この日のために半年袖にしといてよかったよ。というわけでこんな感じでスタミナがもうめっちゃつきました。というわけでね、みんなもね、このいろいろスタミナのつくね、ものを入れた牛丼、ぜひ食ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、はい、スタコラさっさの文人、スタコラさっさとこれ食っちゃいます。というわけで、それでは。